マルジュはアイルランド生産、イギリス調教の競争馬、シュボバである。主なカチクラは1991年のセント・ジェームズ・パレス・ステークス。1988年にアイルランドのキルカーンスタットで誕生。一歳上のハン・アネ・サルサビルがマルセル・ブサック賞を制した数日後にゴフス社の一歳馬セールで落札された。1990年9月に ジョンダン・ロップ9社からデビューし、初戦を6馬審査で勝利する。2歳児は、この一戦のみで休養に入った。3歳初戦のクレーブン・ステークスで重傷発制覇を収めると、クラシック1巻目の A2000 ギニーで一番人気に、押されたが11着と大敗。しかし、続く A ダービーでは勝ち馬、ジェネラスにこそ5馬審の差をつけられたものの、2着と、検討した。再び、 マイル戦に戻ったセントジェームズパレスステークスを勝利し、GI 初制覇。その後は、エクリプスステークスで、ブービーの6着、A チャンピオンステークスで最下位の12着と不審に、落ち入り、同年限りで現役を引退した。以下の内容は、レーシングポストの情報に基づく。1992年から、アイルランドのデリンズタウンスタッドで、種ボバ入り。初年度区から、 ティアヌ賞を制したシルシラ、ヨークシャー・オークス、ベルメイユ賞を制したマイエマを送り出し、評価を高めた。その後も多くの活躍場を輩出し、2011年にタネボ場を引退。ラストクロップにあたる世代から、香港バーズと宝塚記念を制した里藤のクラウンが出て、日本にもその名を知らしめた。2016年10月に、老衰のため28歳で死亡した。 ありがとうございます。